どこでもできる J リーグ屈指のオールラウンダー、渡辺龍馬。このチームに覚悟を持って戦いに来ました。2024年1月、浦和レッズは FC 東京から渡辺龍馬を完全遺跡で獲得したことをクラブ公式サイト上で発表しました。埼玉県出身の渡辺選手は2015年にナイキ主催の育成プロジェクトに参加し、日本人初となるナイキアカデミーの参加が決定すると、この年の9月には、 ドイツ分レスリーが2部のインゴルシュタット下部組織であるインゴルシュタット U23 に加入2017年には同クラブのトップチームに昇格するも出場機会に恵まれず2018年にアルビレックス新潟へ完全移籍しますその後モンテディオ山形を挟んで2021年に FC 東京に完全移籍し2023年シーズンでは明治安田生命 J1 リーグで29試合に出場し4ゴールを挙げ この年のルヴァンカップでは5試合、天皇杯では2試合に出場しています。そんな渡辺選手は一体どのような選手なのでしょうか。一言で言えば、ゴールキーパーとセンターバック以外なら、どこでもできる万能型のユーティリティープレイヤーです。攻撃的な中盤の位置はもちろん、アタッカーとしてウィングもでき、さらに運動量が豊富で、守備力も高いことから、サイドハーフやボランチ、サイドバックもこなします。 2020年のモンテディオ山形時代は主に右のサイドハーフで出場して7ゴール。5アシストを記録。FC 東京では両サイドハーフ。トップ下など2列目を任されるなど。アタッカー的な印象がありますが、今期から加入した浦和レッズで与えられたポジションは左サイドバックでした。ペアマティアス・ヘグモ監督が渡辺選手をサイドバックで起用する背景には、昨季まで同ポジションを担っていた秋元。 小木原が海外移籍してしまったチーム事情がありました。これだけの攻撃的な選手をサイドバックで起用することに。一部のサポーターからは、もったいない、前で使って、得点量産してもらった方がいいのではなどの声が上がりましたが、本人は、どこでもできるんで大丈夫、全然いいですと。周囲の不安を一周しています。浦和レッズにとって、渡辺選手のサイドバック起用は、秋元と小木原が抜けたためだけではなく、 実は他にも狙いがありました。それは同じく左サイドバック要因で、パリ五輪代表候補の大旗が抜けた場合のリスク対策と、チームのオプションを増やすことにありました。渡辺選手のもう一つの特徴として挙げられるのが、ゲーム中のユーティリティです。通常、ユーティリティプレイヤーといっても、一つのゲームの中で複数ポジションを変更することはあまりありませんが、渡辺選手の場合、一つのゲームの中で、システム変更や、 交代選手によるポジション変更にスムーズに対応できるんです。FC 東京時代にはサイドバックとして先発出場したものの、ゲーム中にインサイドハーフに移り、ゲーム終了時にはウィングでプレーしたことも珍しくありません。これについて渡辺選手は次のように語っています。自分の良さは何でもアベレージ高くこなせること。守備も攻撃も走力もフィジカル的にもというところが武器ってなったら、 監督によって使うポジションは違うよなっていうのは当たり前のこと渡辺選手はただ単にどのポジションもこなせるのではなく指揮官の意図を組んで適応できるユーティリティプレイヤーなんです同じようなシーンは浦和レッズに移籍してからも見られます2024年シーズン3月30日に行われた第5節のアビスパ福岡との一戦この日渡辺選手は左サイドバックで先発出場 0対1の1点ビハインドで迎えた59分。ヘグモ監督は、サイドバックを本職とする、大畑歩夢を投入します。誰もが、渡辺選手を前に上げると思っていましたが、渡辺選手はそのまま、サイドバックで、大畑が、サイドハーフに入ります。すると大畑が中に絞ることで、タッチラインキュの渡辺選手がフリーになり、より攻撃力を発揮させ始めます。これを見た、ヘグモ監督は、大畑を、 本職のサイドバックに戻し、渡辺選手をサイドハーフに上げます。この時の糸図へグ監督は次のように語っています。ゲームをコントロールできる流れになったので、より前に慣れている、両磨くを上げて、大畑を左サイドバックに戻した。この言葉を聞いた時、だったら、最初から渡辺を上げればよかったのではと思ったサポーターもいたかもしれませんが、あえてそれをしなかったところに、 指揮官の渡辺の左サイドバックへの強いこだわりが見て取れます。サイドハーフにポジションを上げた渡辺選手はさらに攻撃的になり、チームに推進力と爆発力もたらすと、右サイドバックの酒井宏樹からのクロスに反応し、左足で同点ゴールを決めます。結局渡辺選手の攻撃力が起爆剤となり、その後、前田が右サイドからカットインして放ったシュートが相手ディフェンダーのハンドを誘い、 pk を獲得。これをサンタナが落ち着いて決めてチームは、